はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はキャプゼロの動画撮ろうと思います。ってことでね、昨日メンテ明けに、撮った動画の中では、無償の虹玉がね、溜まり次第、翼狙いのね、ガチャ引きますという話で、まあ、2、3日かかるかなと言ってたんですが、サブシナリオのね、クリアでもらえる、なんだ、虹玉とかね、ああいうのでね、思ったより早く増えたので、今回ね、今から、代表コラボガチャね、リリース3周年、翼狙いの最後の1周40連ね、引いていこうかなと思います。まあ、このガチャはね、ここまで来ちゃうとね、もう、40連で翼外しても、天井でね、ゲットできますよという状況なので、どちらかというとね、スキルの意味では、まあ、若島津くんでも、途中で出る分は構わないよっていうね、感じで、思ってますと。いうことで、まあ、引いていきましょうと思ったんだけど、まあ、その前に、ちょっと単発、こっち引いてみますか、ゼロ祭りも。いけ！さあ、まあ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 、しょうがないね。そして、みさきくんの方ですね。みさきくんの方も、単発引きましょう。いけ！さあ、ここで岬出せれたら、かなりでかいんだが、どうだろうと。まあ、出ないよね。単発でね、ほんと引けたら最高だったんだけどね。はい、じゃあ本題の翼くん40連、行きましょう。いけ！逆にね、ここで翼引いたらどうするって話はあるね。岬に移行するか、そうすると交換は若島津交換するっていうね。まあただそううまくもいかないとも思うんでね、まあ見守りましょう。まあ確定分のみと。さあラスト、ああこのたけしは、まあ別にね、たけしパス？ん？これなんだ？パスか。流れるようなパスのたけしでしたね。なるほど。さあ、次行きましょう。20連目。行け！さあ、今度はどうでしょう。また確定のみかな？確定のみっぽいな。まあでもちょっとね、今日はゴールが見えてるだけに気楽っちゃ気楽なんだよね。途中で何が欲しいっていうのもね、むしろね、いや、こういうのだとちょっとがっかりなんだけど。はい、切れ込むドリブルですね。まあ一番最初の、滝くんですね。代表ユニで言うと。はい、気を取り直して30連目。次は無料でゴールなので、まあ、実質的にはね、ああ、というかまあ40連だから折り返しかな。さあ、どうでしょう。どうでしょうというかまあ、これはこのままゴールかな。翼くん交換の流れっぽいですね。カルツ。代表ですがなくなっちゃったもんね。はい、カルツカットのカルツくんと。はい、じゃあ200連目だね、累計。ラスト無料分いきます。まあ、結局、自力引きはできずっていう感じか。まあ、ここで翼出ても、それはそれでなんか微妙な感じになるからね。自力で引きましたって言っても、交換どうすんのって言ったら翼交換するからね。さあ最後何が出るか。もう全然代表から離れていっちゃったね。ビクトリーノの、柔らかいタッチのドリブルかな？柔らかいタッチのドリブルだね。なんで覚えてんだろう、これ。はい、という感じで、まあ、40連は、
確定のとこ以外出なかったし、まあ確定のとこもね、大したものは出ませんでしたと。いうことで、交換しましょうか。翼くん。ドライブ。ドライブ以外の演出もね、なんか増やしてくれてもいいよね。これだけユースが来てるんだから。3周年でそれこそ演出増やせばよかったのにっていうのがすげえあるけど。レボリューション。はい、という感じでね、まあ翼くんゲットですと。大空翼流スカイウィングシュート。OK。まあ、UR の翼初ゲット。そして、ユースの翼も初ゲット。っていうことなので、まあ、主力としてね、使っていこうと思います。という感じかな。あれ？これ、レベルマックスなんだよね。ここで見るとマックスになってないのか。そうだね。まあ、とりあえず、ここ、まあ、こんなところでしたと。1091余ってるのか。あと6日だから、まあ、美咲くんの方も1周ぐらい引けそうかな、この感じだったら。なんとか出ないかな、美咲単発で、優勝単発。まあ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 。で、翼くんですが、ああ、そっか、レボリューションなだけで、レベルは別に上がっ、あれなのか。まあ別にそこはいいか。もう一頑張りしようか。さてさて。まあ今回ね、ちょっと代表コラボガチャに関してはね、結構他の選手たちもね、持ってないやつね、200連しただけあってね、結構出てきてくれたりはしたので、まあその辺も含めてね、ちょっと育ててなかったんですが、育てていこうと思いますという感じかな。なんか最後のここだけさ、長いんだよね、ロードが。何なんだろうね。そう。だからね、ちょっとね、引いたけど育ててないやつがいっぱいいるのでね。ね、この辺ちょっとレベルアップさせていきたいかなと思いますという感じかな。まあ、若島津くんとかに関してはね、使いたかったんだけど、途中で翼くんが出たら若島津くん引く、140で交換する可能性があるから、ちょっとね、待ってたっていう感じですね。だからまあこの辺の代表ユニの選手たちも育てて、ちょっとなんかチーム作ってね、リーグで遊んでみたりとか、そんな感じの動画をね、この後は、撮ってみようかなと思いますって感じかな。そうだな、まあ、とりあえず、若島津くんは育てとくか。あ、違う、星さんのままだ。ちょっと、面倒だ。まあ、やっぱ後でやっときましょう。はい、ということで、まあ、今回はね、翼くん、無事交換できましたと、地引きできなかったって話でもあるんだけど、まあ、そういう動画でしたね。さあ、練習再開だ。行くぞみんな。明日のためにもう一息、頑張ろう。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。